はい、こんにちはフードデリバリーの配達員のおっちゃんです。えー、ちょっとね、あの、前動画でね、データを出していきたいなっていう話をしたんでね、えー、っと、なんとね、おっちゃんの配達の達成回数がですね、1250回を超えましたというお知らせがきましてですね、今集計したらね、1260回配達してます。えー、僭越ながらですね、顧客満足度は直近100回では99%でした。ありがとうございます。 えっと、ま、6月のね、あのー、2週目ぐらいからかな。だーっとこの、配達回数と、週ごとの売上金額と時間をざーっと出しましてですね。で、それを、ま、時間と、分と足して、分を時間に割ってですね、そう、全部でかかった時間が、え六663.61時間ですね。で、 あのまあ、6月、7月、8月、9月、10月と、今までの総売り上げが79万3869円でした、えー。それではですね、えー、出してみましょう。はい、えー、売り上げの79万3869円を663.61時間で割ると、平均時給相当ですね、1100 円まあ1196円が時給相当かなと。で、えっと、1260回の配達回数で割ると630.54、五四円うんちゃらかんちゃらで、まあ、配達以来1回あたりの売り上げは630円ということになりました。えー、まあ、というわけで、おっちゃんがですね、6月に副業の 配達員を始めましてですね、まあ、8月の半ばぐらいからね、まあ、専業になり、まあ、そこの時はね、原付でしたけどね、えー、9月の半ばからですね、まあ、50cc の原付から 125cc の小型バイクに乗り換えたりはしましたけども、えー、まあ成績としましては、配達1260回、売り上げ79万3869円。 えー、時間が、えー、663.61時間です。で平均的な時給が1196円平均単価が630円という結果になりました。えー、とまああの音声のみのご案内になりますけどもこれが私の配達の成績で ございます。どうも、ご清聴ありがとうございました。じゃんじゃん。